こんにちは、速稼塾の久保です。今日の通販買ってみたのコーナーですけど、この大きいのが届きましたね。これがね、そろそろ私にも必要になってきたんですよ。ちょっと開けてみましょうかね。よし、これをね、このでかいのは何かというと、よいしょ、まあこういうものなんですけどもね。よいしょ、すごいレンジでね、ぐるぐる巻きですよ。よいしょ、そうですね、もうお分かりの方はいらっしゃると思います。これが何をするものなのかっていうのはね、何でしょうか、この独特のこのね、キーケース。分かった、中には入ってないですよ、何も入ってないんですけども、これから何を入れるか想像がつくんではないかなと思います。これね、3つ買いました。送っていただいた方ありがとうございます。これからですね、これに一つ、まあ、ネタを入れていくわけなんですけども、まあどのぐらい入ると思いますかね。これが3つということはどのくらいのものかなということですね。まあ国外逃亡の準備がこれで成功ということでございます。やっぱ何本かね、キャッシュを持っておくっていうのが大事だと思うんですよ。で、以前ちょっとお話したと思うんですけども、ゆうちょ銀行と JA の方をが、これがね、悪質なデリバティブを購入しているんではないかなと私はずっと思っていてっていうか分析していて、来年にもね、この2つのうちどっちかもしくは両方が悪くすれば破綻するんじゃないかなと思ってるんですよね。だから、誰かにね、そうしてくださいってことはないんですけど、私自身はそういうところから資金を引き上げてキャッシュに入れておいてですね、どっかに預けておこうかなっていうのと、あとはソフトバンクグループですね。ここも WeWork を始めてちょっと投資がうまくいってないんで、まあ私ソフトバンク のカードを使ったりとかね、iPhone 使ったりとかしてますけども、まあ一定の警戒感を抱いておく方がいいかなと思ってます。まとめますとね、来年はオリンピックが中止になるぐらいの金融クライシスが日本から始まる恐れがあります。で、日本で始まらなくてもブレグジットを中心としたヨーロッパから始まるかもしれませんね。で、ドイツの銀行も破綻寸前といいますか、いつね、こうブレイクしてもおかしくないような、デフォルトしてもおかしくないような状態になってますし、あとね、アメリカと中国の関係もすごく危険でですね、ちょっと話すと長くなるんですけども、皆さんもお察しの通り、中国とアメリカはうまくいってないんですよ。そういうことで、韓国がどっちにつくのかとかね、日本がどっちにつくのかとか、これを迫られる時期にも入ってくると思うんですけども、日本としては中国のサービスも使ってるし、アメリカの恩恵もいただいてると、多くは技術提供いただいてるのが中国、それから防衛をしていただいてるのがアメリカということで、自国でできることがあんまりないっていうのがね、日本の現状なんですよ。日本はただお金をね、払うことぐらいはできるんですけども、それ以外にはね、ちょっとこう、防衛の手段がなくて、そうなるとね、日本自国でやっていけっていうことになるとかなり苦しいです。この辺はね、外交にの類まれな力を持っている自民党のことが、まあ、裏も表もある自民党ですけども、まあ、今のところ頼りになるかなと。で、例えば N 国党が与党になったりとかね、令和新選組が連合組んで与党になった時の外交力ってのはちょっとね、外交に関してはちょっと厳しいんじゃないかなと思いますね。だから自民党から離れた石破さんとかがね、防衛大臣に入っていただいて別の与党になるとか、もっと言ったらね、外交能力の高い安倍晋三一派とかが、国務省省じゃない、なんだっけな、どっかの大臣職についていただくとか、まあないでしょうけどもね、まあ、そんなことも考えながらの、そのグローバルなことは何ともならないんですけども、まあ、個人的にね、資金をやっぱどっか逃がしておかないといけないなっていうことで、ここに3つ分ね、やっぱ資金を分散して置いておくと。だからこう相当な金額が予想されるでしょ、これに入れようっていうんですから。それで3つですからね、3つ。で、これは私が勝手に
伝するだけなんで、これ先導するということでもないんですよ、うん、だからあの何かに依存しておくとか、リスクヘッジを現金で持っておくとか、現金も日本円なのか証券なのか債券なのか、あ、それこそルピアっていう通貨なのか、外国通貨なのか、あのアメリカドルなのか、中国元なのか、あ、それからね、暗号通貨なのかね、もうあらゆるところに私はセットが完了していて、どっかが毀損して もうまあ他の部分がね大丈夫、全部がねデフォルトすることもあるんで、そうなったら私はもうねどうしようかって形なんですけども、まあそうなったらなったでね、まあ漫才チームでも組んでお笑いで食べていこうかなというところもありますけども、まあいろいろ考えて生きているっていうことでございます。今回はねその一つとしてこうやってジュラルミンのアタッシュケースを買ってね、このアタッシュケースも結構高いんですけども、これを3つ買って、自己防衛のまた一つのね動きをしていこうかなと思います。まあですからね本当にね、私ももうねもんなしから、この40歳からもんなしから来ましたけども、もんなしどころかマイナスから来ましたけど、真剣に、自分の資産とか未来を相続させるためのね家族とかって考えると、やっぱねやること多いなと思いますよね。やること多くて、やることができたらまた次にやることが見えてきてってことになってしまってね、で一定の資産が築けたら資産を防衛するためのね、やっぱりこう警備とかもつけないといけないと思いますし、分散もさせないといけないと思いますし、税制も詳しくならないといけないと思いますし、うん、だからどっちの方向に行っても、うん、結構ねやることが増えてくるなっていうふうには感じますね。皆さんもね、それぞれの暮らしの中で最大限いろんなトライ、挑戦、それとかね、考えて行動してると思いますけども、本当にね、どこで何をすればいいのかっていうのは誰かがこうすればいいよって教えてくれるもんではないんで、自分でやっぱり学び取っていったり、自分でね掴んでいったりしないといけないんだなというところですね。はい、まあ一つのテーマが終われば次のテーマが始まってきたりとかね、あらゆるテーマを同時進行しなければならなかったりとか、いや本当にね、なんでしょうね、ドラマチックですね人生っていうのは。まあそんなことを考えながらの今日の放送でございました。次にこれね、映画で見たこのケースを自分が手にすると思わなかったですけどもね、今届きましたんで、ついでなんで放送していろんな考えをね、お話してみました。金融クライシスね、来年とかね大ブレイク、悪い大ブレイクが来なきゃいいんですけども、まあFX をされてる方は空売りとか逆張りっていうのでね、逆張りじゃない、空売りか、空売りで結局どっちに触れても大きな利益を取ることができますんで、 FX の技術を身につけた方おめでとうございます。まあ FX をねほっといた方、他の方法でやっぱり資金を作る方法をやっぱ作っておいたりとか、資産を守る方法が身についていた方はまあ OK だと思いますけども、まだね何もできてなかったって方はちょっと早急にですねやっていかないと、本当誰もがね、誰かが自分の暮らしを守ってくれるとか、国が当てになるとか、お父さんお母さんが当てになるとかないですからね、全ては自分で起きることであって、あと世の中には嘘とか詐欺が当然のようにありますから、それを避けていこうと思ったらね、やっぱり自分で考えて自分で掴んでいくってことを繰り返していくってことになると思うんですよ。まあ、私は私の見識から自分の選んだものを皆さんにこうやってお伝えすることはできますけども、私が選んだからうまくいくわけであってね、で皆さんが同じように選んだからといってうまくいくかどうかっていうのは、これはね結果保証はできませんからね。ただそうなる可能性が高いんではないかなっていうお話は私はできます。そしてダメなものについては、誰がやってもダメなものっていうのはありますんで、それは避けるべきだというお話はねできるんですけども、私がうまくいったから皆さんもうまくいきますよっていうのはね、確率が高まるだけなんで保証はできないですよね。 FX で年間 4,500 万稼いだとしても、それは私ができたからであって、同じように学んだ人ができるかどうかわからないし、逆にもっとね大きなパフォーマンス出せるかもしれませんし、本当に自分自身で自分の人生をデザインしていくっていう、この言葉に全部入ってるかなと思いますね。はい、まあ、今回は以上でございます。朝からね放送が多くてすいません。またお会いしましょう。